こんばんは。やっほー。こんばんは。いっぱい来てる。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう、もろこし。こんばんは。今日はちょっとお菓子作りしようと思って。こんばんは。めっちゃそんな凝ったお菓子作りじゃないねんけど、これを作ろうと思うんだ。これドーナツ、ドーナツを作ろうと思います。ママが買ってきてくれたやつ、めっちゃ前に。こんばんは。けどこれはなんかちっちゃいお菓子やからプチプチやねん。どこで売ってん？これはスーパーとかでもどこでも売ってると思います。これを作ります。もうちゃんと手はきれいに洗ってあるし、ここにもうこれなんていうの、手拭くやつも用意してます。まあ、これをね今日は作る配信にしようと思うねんな。うん、ちょっとね、やっほー、こんばんは。ポンデリングじゃありませんね。これはここにプレートも用意したので、こういうのは作るのはあんまし得意じゃないですが、中野未来本気を出して作ります。よいしょ、開け口から開けます。こんばんは。すぐできひんと思う、わからへん。お腹は痛くないですね。そう、頑張ってちょっと作るわ。まずトレーをハサミで切り離しましょう。ドーナツシートって書いてある。お久しぶり。めっちゃなんか凝ってますね。点線に沿ってハサミで綺麗に切ってねって書いていますので、ハサミで切ろうと思います。やっほー。髪の毛は自分でしました。ミラキコヘアアレンジ得意やねんな。いつもこういうのは苦手でも得意でもないから、ちょっとどうなるか分からへん。こんばんは。どこで売ってんねやろこれ。多分スーパーとかに、奈良県のスーパーに売ってると思う。もうちょっと上の方がいいかな。髪型いいと思います。ありがとうございます。こんばんは。おハサミで、まずこれを取り出します。てれん。でこの容器の上に置きます。うわわ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 、でなんかこれ点線に沿ってきれいに切ってくださいって書いてあるから、これをまず点線で切ろうと思うので、ちょっと切るタイム始めます。よいしょ。見る、こういうのプリクラ撮った時切る係やからさ、意外と慣れてるかもしれへん。お家にな、ねるねるねるねもあんねんけどな、ねるねるねるねはめっちゃ簡単やから、まあまあって感じかな。このハサミめっちゃ切りやすいハサミです。どこのか分からへんけど、小学生の頃か中学生の頃に買った。よいしょ。
今はドーナツシートを作っております。ミラコとプリクラ撮りたい。え、プリクラですか。ミラやプリクラはなあんまり撮らへんかったけど、この頃は撮ります。まあこの頃って言っても外出なんとかあかんとか前なんですけどね。なんかめっちゃ漏れるプリクラがあって、ミックスなんとかみたいな感じのやつ、名前はよく分かれで、できました。これがドーナツ、ドーナツシートのシートになります。いやいやいや、パフパフパフ、はい、置いときます。あ、ちょっと待ってくださいね。なんか裏も切らなあかんみたいやった。あ、そう、合成の、あ、そう、ミックスミーっていうやつ、こんばんは。ミックスミーっていうやつがめっちゃ漏れるねんな、未来的には。で、そっからみんなプリクラ撮るのめっちゃ苦手やったけど、そのミックスミーに出会ってから撮るようになったけど、あんまり撮らへん未来は。え、けど撮るかな、やっぱり。そのミックスミーに出会ってから撮るようになりました。なんか撮ってなさすぎて、この前まではなんかプリクラの盛り方を忘れて撮らへんかっていうの、未来よいしょ。未来さっき夜ご飯食べたからそんなお腹減ってへんねんな。はい、できました。なんかこれは、あ、ドーナツ生地の大きさを測るやつが書いてある。すごいですね。ここに置きました、2つ。次は容器を切っていきますね。トレイをハサミで切り離そう。 OK OK OK。うわ、難しい。切り離します。ちゃんとハサミもね、事前に用意してたんですよ。絶対ハサミいるやろなと思って、説明書ちょちょっと見た時になんか言いそうやなと思って。そう、結構ちっちゃい、だからプチお菓子作りにしといた。何歳児向けのやつやろこれ。書いてないけど、これは結構精神年齢高めの子が作るやつかもしれへん。パッと見な、何年やねん、書いてへんわ、書いてまへん。そうそう、知恵菓子ってやつ、知恵菓子ってやつです。クラシエさんのやつかな、ミスらない。 OK 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 牧場、コメントも来てます。やっぱ知恵菓子やからあれやな、やっぱり精神年齢高めと思ったわ。未来も、ミラコの精神年齢ですか。ちょっと待って、ちょっと待って、高っ、え、これ精神年齢高めすぎん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと切るときは集中する。落ちた、切れました、切れた。3つ3等分、ママ3等分できた、うん、っていう報告隣じゃないわ、あのな、ちょっと5メートル2メートルぐらい離れた場所にママがいるな。ママに報告。そう、今日はお菓子作りです。バイト終わりにこれ買うって。バイトすご、バイトめっちゃ楽しい、作るの難しい、切るのは難しかったな、ちょっと。あー難しい、ちゃんとね、手も拭かなあかんで。ミラ今日一日中家おったからさ、もうね、家にいることも慣れました。拭いてちゃんと。明日はね、なんかな、未来さ、平日ってさできるんかな、お昼まで、お昼配信ショールーム。それちょっとマネージャーさんに確認して、明日できればね、 YouTube の動画の生配信が終わってからショールームしたいねんな、明日な。そう、今日はピンクメイク、ショールームじゃなくてモバメにも送ったけど、どうなんやろな、分からへんけど、ちょっと聞いてみますね、マネージャーさんに。
何でもマネージャーさんに聞かな分からへんからな。今の期間どうやねんやろね。そう明日はね、そうコメントでも来てる、来てくだ送ってきてくださってるけどね、14時から配信です。私はナンバー、そう自宅警備隊 NNB48 のナンバー自宅警備隊です。じゃもうパッパッと作っていきます。2、生地を作ろう。トレーのこんばんは。でこれお水をちゃんと入れてきました。あ入れてきた。うんすごい。やろう。待って待って、生地を作ろう。オッケー、ちょっと待って、ちょっと待って、今日僕の誕生日です。おおめでとうございます。いい1年にしてください。そうラプンツェルの帽子じゃなくてコップ。いやラプンツェルめっちゃ好き。じゃラプンツェルのお母さんの真似するわ。うんうんうん、ママも聞いといて。ママえちょっとラプンツェルのお母さんのモノマネするからママも聞いといて。うんいくで。ラプンツェル髪の毛おらしたほんまなん。これほんま知らへん。ママラプンツェル見たことない。あバイバイ。似てたでしょ、ラプンツェルの映画めっちゃ見てるからさ。そんな似てないかもしれへんけど受けたみたいやったら嬉しいわ。ミラも受けたらそれでええねん。似てへんかったら。似てへんけど知らへん。あの結構ね初版に出てくるあの映画の。そうこんな声めっちゃ似てる。ほんまにわかんない。なんかラプンツェルはあのお城の、お城のというか塔、なんか東京タワーの最上階、ラも聞いてる？え？なんか日本でいう東京タワーの最上階から出たあかんにあれお姫様やねんやん。だからラプンツェル髪の毛長いやん。でそこにお母さんがご飯を到着、到何だっけ、ご飯を買いに行って、お母さんもその東京タワーの最上階に住んではんねんやん。でそれをなんかその東京タワー、日本やったら東京タワーエレベーターで上がるやん。 なんでママの方のこと知ってくれてはるの。モバメに送って。でも今ラベンジャルの話してるのごめんごめん。でほんまはさ東京、日本の東京タワーってエレベーターで上がるやん。けどラプンツェルの夢の国はエレベーターじゃなくて髪の毛で上がんねん、ラプンツェルの。でその時にその日本やったらさエレベーターはボタンをさポチンって押すやん。けど違うねんラプンツェルは、あのラプンツェル髪の毛下ろしてって言わはんねん。髪の毛下ろしてって言わはんの。そうラプンツェル髪の毛長いやろ、だからこうやって言わはんねん。ラプンツェル髪の毛下ろして、ちょっと待ってお母様って言わはんねん。ラプンツェルの真似して。でも一緒やん、今ちょっと待ってお母様って言わはんねん。そうやったっけ。うんママ見てへんな。そうそんな感じ。ラプンツェルめっちゃ好きやからさ、ラプンツェルとあれが好き、あれなんて言うんだっけ、あのあれ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 、あれが好き、アラジンが好き。めっちゃアラジン、アラジン知ってる？アラジン知ってるよ。じゃあええわ。アラジンがめっちゃ好き。アラジンの映画ほんまに良かった。なんかもう内容覚えてないけどもう一回見たいもん。え覚えてないのに見たいの？そうなんか内容あんまし覚えてないけどさもう忘れちゃったけどさ、めっちゃ見たい。ラプンツェルじゃなくてアラジン。アラジンもうそんなないからさ、もう公開されてんからさ、初めてラプンツェルじゃなくて映画を見てなんかあれした、もう一回見たいなと思ったという話です。皆さんコメントたくさんありがとうございます。こんばんは。ミラコテンション上がってきた、上がってきた。夢の国のプリンセスはベルが好き。あの黄色いベルですか？あれは見たことがないな。あんまし、ジャスミンは知らんの？うん、ジャスミン知らへん。知らん。あんまし知らへんの、ね、夢の国。だって夢の国遠いやん。遠いよ。だからあんま知らへん。ディズニーストア好きやけどな。まあちゃんとディズニーとか言ったらあかんねんけど、夢の国って言わなあかんねんけど。ちょっとそんなことよりミラお菓子作りをしたいねん。自分で言ったのに
ちょっと待って、ミラコです。ちょっと待ってくださいね。じゃあね、トレイの星、あ、うわ、こんなところに星が書いてある。トレイの中に星、星、トレイ星にカップ3杯の水を入れます。そこにカスタード生地の素を入れてよく混ぜます。スプーンでまとまる、まとまる、まる、え、まとまるまでよく混ぜましょう。できたら手で潰すようによくこねてドーナツシートに引いておきます。おげい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 、やば、めっちゃ大変やけど、これのめっちゃ好き。未来は、将来ちっちゃい頃はケーキ屋さんで働きたかったから、まあ、ドーナツとケーキも近いですね。ちょっと待って、ちょっと待って、水が入れられへん。ディズニーの話題についていけない。ディズニーって難しいですよね。関西の方ってあんまりディズニー知らへんと思う、そんなマニアじゃなかったら。でミラー思う。こんばんは、酔ってる。ミラー未成年ですよ。よいしょ。まだ今ちょっと画面外で今コップ3杯分を入れてる。こんばんは。もう一日過ぎるのもね、早くなってきました。慣れたもんですよ、外出禁止も。ね？え？聞いてる。アポッチャー。よいしょ。ちょっと待って、まあ、カスタード生地でもっと入れますね、ほら。こんばんは。水飛んだ。あ、そっか、手元。手元。ちょっと待ってください、ね、まあ、とりあえず入れますこれをココアの生地同様にしやなあかん。え、めっちゃ難しいねんけど。ちゃん何個作れんの？分からへん。あが、やばい、これこぼしたママに怒られるやつや。あ、それ怒る。ちょっと待って、あ、未来の悪い癖出てる。あ、ゴミ袋用意すればよかったな。まあいいや、ここに置いとこう。はい、次はドーナツを作っております。あ、こんばんは。みちゃん、ここ入れたら。あ、オッケー、ママがゴミ袋的なものを用意してくれた。 Thank you Thank you。 わかったわかった。Thank you。 わかった。 You are welcome やろ、絶対は。こんばんは、初見さんや。いきます、これを。何だっけ、何だっけ、ちょっと待って。スプーンでまとまるで、ん、まとまるまでよく混ぜましょう。 OK。 え、これ難しい。よいしょ。え、これミラスプーン、え、待って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 、あ、来た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 、まとまってきた。見えるかな。今はカスタードを作っております。カスタードの生地、カスタード味の生地を作っております。ちょっとまとまるように混ぜやなあかんねんけど、多分水分足りひん気がするな、私だけ。よいしょ、楽しい。どちらかといえばミラーは今うまく作れるか心配でござる。これミラーさ、ちょっとさ、もうちょっとさ、あれ、お水足そう。ちょっとまとまらへん気がするから。ちょっと待って、勝手に増やしたらかもちゃん、みーちゃんだってさ、これさ、まとまる気せえへんねんけど。ちょっと待って、もうちょっとかな。いや、もうちょっといるよな。量はどう書いてあるの？え、3杯分って書いてあって。ちょっと待って、あと1分、あの、ちょっと1分頑張ってみるわ。じゃあ足すと言ってもめっちゃちょっとやけどな。説明書見たら、みーちゃん。え、見たよ、説明書見てしたよ。あ、来た来た来た、まとまってきた。あ、まとま、あ、まあ、最初に比べたらまとまってきたなっていう感じ。うん、ちょっとね、むず、あ、来た来た、まとまってきた、まとまってきた。あー、全然まとまらへんわ。お、
っと待って。3倍っていうのはさ、そのスプーンを3倍ってこと？違うよ、こっちのスプーンを3倍ってこと。そのスプーン、それを3倍入れたの？ちょっと少なかったかもしれない。ちょっと足せばいいやん。せやな、ちょっとちょびっとちょびっと、うん、ちょびっと足します。いっぱい足しちゃった。まあいいやけど、まあできんくてもママが食べるから。え、ママ食べるの？そう、みやが食べるわ。じゃあそう、3倍分ちゃんときっちりしてんけどな。おしゃべりに夢中になったかもしれへん。やば、ラプンツェルや。夢の国の魔法にかかっちゃいましたね。なんかちょっとカスタードっていう匂い。こんばんは。ちょっと頑張ります。今日は私のクッキー、あ、いい感じ、いい感じ。ちょっと水にしてよ、それで。そうやな、うん、ちょっと待って、説明書を見ながら混ぜてさ、コメントも読むからさ、今日見る大忙しやわ。こんばんは。まとまりました。あ、まとまった。あ、まとまった。あ、足して正解やわ。これは未来の判断が合ってた。え、マジ大変やなこれ。寝る寝る寝るがどんだけ簡単なお菓子作りか問われますね。そうねん、ちゃうの？え、ちゃうねんちゃうねんちゃうねん。説明書にはな、こねこね2個作るみたい。これ、ちょっと待って。はいはい、ちょっともうちょっとまとめるわ。で、2等分します、これを。あ、でも、うんうん、そんな感じやからいいよ、うん、合ってる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 よな。ね、結構力仕事これは。見せて、うん、あ、そう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 、それでいいよ。全然めっちゃ、ママ説明書持っていくよ。いえいえ、合ってる合ってる合ってる。こねこね、できたら手で潰すようによくこねてやって。あ、ありがとうございます。服を汚さないね。え、今日は服白着てみた。ちゃんと皆さん手洗ってますよ。未来、これを2等分にして、うん、手で丸々もう、あ、そうそうそう、それをしっかりとやっといたらあとは大丈夫よ。ちょっと手で丸々するって言ってるけど、ミラーは手が汚れるのが嫌なのでここで丸々します。こうやったら丸々できます。よいしょよいしょ、うん。この丸くこねたやつをちょっとね、もう一個こねるわ。大変やなこれ、うん、ちょっと量が左右違う。量左右違うよな、うん、ちょっとこれも多すぎな。もうママ見やんとこ、もう勝手に作って。オッケー、ピーナッツ。頑張ってね。そこ置いといて。うん。ありがとうもん。もうあとはママが、ママは知らないよ。うん。頑張ってね。オッケー。はい、これをしんど。ここのドーナツのここのし、こっちをこっちに乗せます。うん、なんかドーナツって匂い。そうさ、乗せたらさ、あ、待って、これさ合ってるんかな、これで。合ってるよ。合ってる？オッケー。これを、これをまたココアの味も作らなあかんねん。だからこのミラーの苦手な作業あともう一回繰り返します。もう一個作るの？え、待って、時間が今何時、ママ？まだ15分になってない。まだ30分もやってない。やばい、ちょっと待って、うん、マジで頑張る。時間外に終わらしたい。意外と大変やったわ。ママの顔出しは絶対にダメですね。11分ですか。ありがとうございます。頑張る、ほんまに時間外に終わるように。ちょっと今ね、次はねちゃんと水も測って、よいしょ。あ、ちょっと少なかったな、みんな。けどこんなうまいこと作れへんねんけど。どうしようどうしよう。ママは芸能人の誰似てる？誰も似てませんね。未来の親友のお母さんは高見菜さんに似てる。思わへん？誰？誰？
未来の親友やん、幼馴染の。あ、似てへん。あ、時間内に終わらせやなかった、時間外出てた。まあまあまあ、よいしょ。未来の嘘、親友の親友でね、わかる、ママわからへん。ママもね、友達なんですよ。エムちゃんママ。あ、待って、もう言った。え、でも身内ネタになってしまう。な、電話の音、著作権、著作権。なってんの？じゃんじゃんじゃらじゃらじゃらじゃんみたいなのになったよ。こんばんは。これを混ぜています。これはココナで、ココナってココナさんよ。これはココアです。あ、こんばんは。ちょっと頑張ります。著作権には厳しいからさ、未来。ちょっとまず混ぜていくね。なんかさ、このめっちゃ前、ちょっと前の配信でお姉ちゃんと間違えた方が来てくださってる。よいしょ。ちょっと混ぜますね、これ真剣。真剣。ココアの匂いがします。当たり前か。え、めっちゃ難しい。そう、天真爛漫ですか。よく言われるんですよ。けどね、まあその通りやな思います。砂みたいなとするで、確かに ASMR。まあ未来のショールーム見てるやろ今。え？未来のショールーム見てる？見てない。ほんまに？もう見てない。ほんまに？何のためにじゃあイヤホンしてるの？じゃあこっち画面見して。え？見てるな、未来のショールーム。見てないよ。見てほしいの？いや別に見やといてほしい、どちらかというと。ほんまに言わんと。最近ミラコにつぼってる。あ、初見さんや。ほんまですか？ありがとうございます。あ、面白いコメントや。今まで友達に言われて一番嬉しかった言葉は何ですか？なんか未来がこんな性格じゃなかったら、なんか仲良しな子に、未来がこんな性格じゃなかったら仲良く。未来めっちゃ面白い。なあ、ママ今喋ってんねんけどさ、うるさい。やっぱしコメント見てるやんか、ショールーム。いや見てって言うから今見て。見てって誰も言うてへんやんか。ミラが喋ってるのに。ママ混ぜてこれ。え？混ぜる。ちょ頑張る、ほんまに頑張ってんね今。そう。ほんま騒がしいわ。でさ、ミラも忘れちゃったみたいこと。ミラ何？白いのが真っ暗なような。うん。よいしょ。未来がさ、今大事なこと喋ってるのにかぶせてきたからさ、そこはいかんよねって。そうな。うん、そう。ね、だってめっちゃ大事なこと喋ってた。ごめんね。まあ大事なことでもないけどな。よいしょ。ちょっと待って、あのさ、手が疲れた。よいしょ。ミラコと同い年って知ってびっくりした。未来は今高校3年生の17歳。今年の12月10日で18歳になります。ピンハンターにすれば、確かに確かに。できた、まだ食べてないくて、できて、食べてんの、マジでできてない。あ、ちょっと左手は左利きじゃないので。ママ両手利きなんですよね。まあ、左はあんまり使えへんらしいけど。ミラは右手でござる。このぐらいかな、もうちょっと混ぜよう。ミラコの座右の銘、元気に生きよう、人生一度きりかな。こんばんは。ミラコ、ミラコです。よいしょ。あ、めっちゃいい感じ。カスタード、なんか2回目やか分からへんけど、ココアの方がうまくできた気がする。
なんかさ、混ぜ方がさ、幼稚園の子みたいな。いや、これさ、ほんま大変やね。結構これさ、幼稚園の子には未来には、うん、ちょっともう厳しいと思う。ちょっと混ぜさせて。え、ゆうちゃん、ほんま、いいよ、混ぜてみ。な、ミラコは、なんでミラコっていうの？なんかお姉ちゃんがミラコって言い出してミラコってなりました。あー、かわいいね。結構力いるな、これ。やろ？これ結構大変やわ。やろ？うん、やから知恵なんだっけ。あ、でもこんだけよく混ぜたな。やろ、知恵菓子っていうねやから。ゆた、はい、なんで、ゆかた、早く早く、ちょっと、無理無理無理。ゆたかな想像、うむらし。結構、これは2ターバンします。これ結構ね、あれなんですよね。これは。これはね、結構大変なの。結構大変なんですよね。誰の子、ママ、ママです。似てる声、あんまし似てへんって思うけど、未来とお姉ちゃんはどちらかといえば声が低いから。レイチェルですか？レイチェル元気ですよ。今日もね、あ、今日はな、なんか変なおしゃべりした。チーク菓子って言うんか。書いてやったやん、読み間違えて。よいしょ、2等分で、2等分で転がして、すごいすごい、見て見て、あれあれ見て、ママ見て、あれこれ、あれみたい。分かった、はい、これを置きます。よいしょ、頭が良くなるお菓子やって、良くなるんかな未来。そう考えてするから良くなるよ。やった、はい、できました。はい、あ、あ、待って、転がらないで。あ、めっちゃ見て見て、めっちゃ見て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 ください。はい、これを2個置きました。ここに置いてって書いてあるね、ドーナツ基地をここに置いてくださいって。ママも見て、かわいい。あ、次、はい、ステップ3、ステップ3。まだステップ3な、ステップ3、ステップ6までやるから、ステップ、ステップ3、ドーナツを作る。え、あ、さっきは生地を作る、生地を作ったから次形にしよう、ドーナツを、そう、お、大生が呼んだからな、さっき。丸めておいた生地をトレーのドーナツ型に指でギュッと押します。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、理解不能、理解不能。ああ、そういうことね、わかりました。時間は間に合います。ここの丸に、あぶねえ、あぶねえ、待ってくださいね、今説明書読むから。ママ、つなげて、つなぎよろしく。まだ？もう何をつなげたらいいの？今日のみーちゃんのこと言おうか。うん、まあ、みーちゃんはちょっと未来何日も家出てないよな。そうです、もうなんかずっと家いるけど、どうです？あ、うん、つなぎ大丈夫。え、もつなぎもう大丈夫です、ありがとう。はい、これ、あ、はい、これを、あ、家のお手伝いしてくれてますよ、肩が痛いから、洗い物と洗濯を干して取り入れて畳んでくれてます。ママもうつなぎ大丈夫、ちゃんとおうちのことをしてくれます。ママもうつなぎ大丈夫、ありがとう。よいしょ、ママつなぎありがとう、はい、そう、未来ね、洗濯物もねちゃんとしてるんですよ。ちょっと待って、うまいこと入れへんねんけど。ママがね、肩が痛いんですよね、何日も治ってなくてね。そう、やってるやってる、病院に行ってるんだけどな、なかなか治りまへん。よいしょ、ちょっと待ってくださいね、これなかなか大変やな。
まあね、こんなね家にいることはないよね。50型やってもう違います。違います。原因があんねんな、ちゃんと。ちょっとな、病気病気病気、何ができてるの。40型違うて。じゃ60型やから。なんで。なんだっけママな、これなんかママの方にね、なんかねリカちゃん人形が住んでるんですよね。ねママ。うん、よいしょ。そう、ママコメント見てるから、未来のつなぎのために見てくれてるんですよね。未来がコメント、ちょっと待って、めっちゃ難しいこれ、もう難しいこれ。え？いい感じにできてきたけど、なかなかまとまれ。ごめん、時間内にできる気が全然しひん。ちょっと頑張るな、未来。ごめん、30分ぐらいまで作れるやろな、とか思ってんけどさ。ちょっとやばい。ママ何歳ですか？永遠の18歳です。え？永遠の18歳。そう。もう、レイナの時からやから、もうだいぶ経つけど。そうそう。よいしょ。これをクッククッと押して。未来ね、毎日ママのね目の前でね一人コンサート開いてるんで、一人ライブを開いてるんですよ。一人ライブしてくれますよ。めちゃめちゃレッスン送ってくれます、うん、ちょっとあの迷惑なぐらい。やろ、お風呂入れって言われてるのに なお風呂入らんとな、ママの目の前でな、テレビ見てんの、テレビの前に立ってな踊ってるね。あ、18歳私と同い年。あれれれれ、そう。でもママはもう踊ってんのなんて NNB 入ってから初めて見たもん。初めてじゃろ、生誕祭行ったの。違う、目の前で踊ってくれへんかったもん。踊らんよそんな。踊ってくれへんかった。するの恩返しやから。兄ちゃんは疲れた、絶対入ってこないでって。いい例えね、それ鶴の恩返しって。よいしょ。やっぱりこれ結構急いでるけどできひんかもしれん。そうそう、だから目の前で踊ってくれるから、これを取り出します。これを取り出してドーナツシートの上に置くらしい。やば、これ説明書全部さ振り仮名振ってある。あ、手で押さえるんやって。手はちゃんと洗ってますよ、マジで綺麗に。ほんまに見る、3回ぐらい洗った泡で。やば、よいしょ。まあもうこれ時間内に終わると思う。今24分だし、分からへんけど、どんだけしやなあかんの。ミラコが読める。なんで？ミラコが読めるように振ってやってよかったなって感じ。よかった。ミラ、そんなバカじゃないねんけどな。確かにバカじゃないで、うん。みんな勘違いしてる。誰やバカって言ったん？え？バカって。よいしょ。あ、ポティン。え、めっちゃうまい。見てください。ほら、おやすみなさい。見て、めっちゃうまくないですか？ママも見てみ。まだソース作らなあかん、みーちゃん。めっちゃソースなんかすぐよ。めっちゃいい感じですよね。で、それを取り出して、次はお花型ね、作ってみたいと思います。取り出して並べて、ソースを作ろう。わかってるー。で、次お花型で作ってみる。これマジ大変やな。マジ大変ピーポーやねんけど。みーちゃん頑張って。あ、花型はちょっと無理やかもしれん。ちょっと花型じゃなくて、こっちに入れます。こっち丸い方でします。あ、職人だって、ありがとうございます。これは手でした方が断然早いので手でします。まあ、説明書にも手でしてくださいって書いてありました。あ、ちょっと汚れるのが嫌なのでやっぱしこれにします。なんかね、いちご飴作りたいんよね、未来いちご飴。今日ね、今日いちご飴作ると思ってたけど忘れてた、いちご飴の存在。まあ、またね、自分で一回やって成功したい、なんかちょっとうまくなってからショールームでしたいと思います。難しい。みーちゃん反抗期なのやって。未来反抗期、あー、ちょっと反抗期かもしれへん、未来。いや、反抗期はいいねんで、あってやろ。あ、反抗期って何、まあ、ちょっとこう偉そうに言いたくなるとか、こうすぐカチンとくるとか、こうママに言い返したとか。あー、言い返しね。ママ全然気にしへん、ほんまに。なぜも女の子はそんな前ホルモン乱れてる。まあ確かにな、ホルモン乱れてるねん。そうやで。もうママ本買って読んだもん、お姉ちゃんの時。お姉ちゃん、ママめっちゃ本あるねんな。本読むの好きやんな、ママ。大好き。
聞いたくせに全然興味なさそうに思って未来がそう目の前キラキラでしょ。このねメイクはね何かねモバメに送りました。また見てね。まだよいしょ。これはちょっとある程度やってからもう手でポネポネします。ちょっと手汚れたまうの嫌やねんの未来。あーこれは量多かったな。はあ疲れてございますざますね。ピタッ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 よいしょ。フルーツ飴作ってみる？うん、フルーツ飴作りたいけどな。行きました。ちょっとお尻拭き。これウェットティッシュや、間違えた。ウェットティッシュで手を拭きます。で取り出します。はい、みーちゃん取り出して。大変だ。で並べて。あーうまくいかない。よいしょ。めっちゃドーナツみたい。はい2個目これです。2個目の方がちょっとでかくなっちゃった。みーちゃん疲れてない？うん疲れた。はい2個目これ。やっぱあとこれ2個も作らなかった。ちょママ説明しよう説明しよう。ママに説明書取られた投げられた。キャッチできんぜよ。ちょっと待って時間的にやばいから待ってこれ作りたい。これママこれ、うん、だからさっきさソースを狙わなあかんのみーちゃん。まずじゃあソースを作ります。ちょっとねこれ時間内にできるかどうかわからないのでちょっとソースを作りたいと思います。ステップ4。そうそうステップ4ぐらい言わしてよ。ステップ4トレーハートあと30分。よいしょ。ステップ4ハート。ここにバニラソースの素を入れます。そしてコップはカップ1杯分。めっちゃ大変これママ疲れてきた。頑張れって。カップ1杯分満タン。じゃあファイトって。オッケーファイト。よいしょ。絶対1個は作る未来。あのこの配信中にもうお前1個は作らなマジであかんよな。待って。もう頑張ってそれ混ぜて。よいしょ。ちょっと待ってですね。いきます。うわなんかあれの匂いする。バニラのヨーグルトの匂いする。バニラヨーグルトの匂いする。これをバニラソースを作ります今。みーちゃんこぼしてない？うんこぼしてへんよ。よいしょバニラソース。あ結構とろみが強いですね。とろみが強いとかなちょっと言ってみる全然分からへん。ちょこれ結構溶かした方がいいかもしれん。粉々しくなる。今日は今ドーナツを作っております。なかなか大変。あめっちゃバニラヨーグルトの匂いするわこれ。あこれもうバニラヨーグルトや。あいいね美味しそう。ちょこれほんまバニラヨーグルトやねん。みーちゃんいやほんまさあれやな。えほんまあれやな言うて何も言わへんの。いやほんまマイペース。
違うね。まあ、昔からマイペースやけどね。マイペース違うで。ちょっとこれはソースなので結構溶かします、あの粉を。めっちゃバニラ、バニラヨーグルト、これバニラヨーグルトやな。ほら見て、バニラヨーグルトです。いやもういいか、はよなって違う、はよしよって。はあ、厳しいお母さんです。え、厳しいわ。ほんまバニラ、ほんまにバニラヨーグルト、ほんまにほんまにバニラヨーグルトやね、ほんまに。ていうか次はいちご、いちご、次これと同じようにいちごソースを作っていく。うん、うん、今日もママの前で一人ライブをします。まだ、うん、今日も一人ライブ、また頑張って完成させますね。やばい、バニラヨーグルトをさ、スプーンにバニラヨーグルトがさついとったからさ、ここにタオル用意してんねんけどさ、タオルに拭いたんよ、ここ。よそ見しながら今さ手濡れたから拭いたらさ、バニラヨーグルト拭いたところで拭いちゃった手にバニラヨーグルトついちゃった。はい、これいちごソースの素。ほらママライブさ、ママ羨ましいって来てるで、コメントで。ママやなよいしょ、行きます。てりん、一人ライブですか、楽しい。よし混ぜる、ゴー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 。はあ、めっちゃ可愛い色。ちょっと後で見せますね。みーちゃんこぼしてない、足元。うん、絶対こぼしたやろ今。いやほんまにこぼしてないで、めっちゃ可愛い色やで。皆さんちょっと待ってくださいね、こねますね。やばいね、時間こんなさなると思わへんかった未来。時間そう、なんかね体動かさないとほんまにね、なんやろ、ほんまダメ人間になってまうからさ、うん、みーちゃん目の前で踊ってくれるけど髪の毛ぶわってあんな風くるんかなって思う。じゃあ一番前に座ってたらあんな風に風くるのかな。けどさ劇場やったらちょっと段差あるからさ、段差っていうんかな、舞台に立ってるからさ、だから未来がソファーの上で踊ってママが地べたに座ってみるって感じ。レンビー劇場は、あー分かるよ、うんうん、風来るやって。あーやっぱし風来るんやこぼしてると思う、やっぱりこぼしてるの。じゃあコメントで来たの、こぼしてんだよ、時間ないんだよ。分かったから、早くしたらいいや、早くしや。マジでこぼしてんだよ、もう信用してよ。ほら微妙やほらほら怪しい、ほらね、分かったからね、早くしてね。見てください、めっちゃ可愛い色。ほんまや、すごい、めっちゃ可愛い。みーちゃんもう35分、すごい、いちごチョコレートにする。分かったよ、35分待って。はい、みーちゃん早く次のやつ。あさ、説明書取られたら分からへんくなっ、もう塗ったらいいね。違うね、みろ、ステップ5って言いたいねステップ5、チョコペンを作ろう。あ、え、チョコペン、待って、絞り袋の、うん、それはみーちゃんもういいや、もうやめとき、テロテロとなって、そのパラパラってし、え、これが作る、このね絞りぐる袋をねやるからこそええんよ。分かった、早く、もう10分ぐらいしかない。じゃあ今ママ説明書読むから、つなぎよろしく。え、繰り返して、ママつながれへんやん、つなげんの、やばい、間に合わへんけど、ほんま絶対間に合わせ、未来は。ママの最近嬉しかったことは、うーん、みーちゃんがやっぱりこう、ママを思ってお手伝いをちゃんとしてくれることですね。ママの好きな食べ物は、エビです。あ、確かに、ママ答えるエビ好き。ママ毎日大変ですね。完成したのみ、ちょっと今は大変ですね。完成したの見たいから頑張って。はい、わかりましたオッケー。ミラコの好きなところは、うん、やっぱり全部全部ね、全部、うん、全部全部全部
このなんかもう配信ではうざいけど家では全然うざくないです。うざい？でも配信うざい。嫌い。これをかわいい。いやママ好き。こうやってこのカップの上にこうエビは焼いてるやつですか？あ、何でも好きです。やって。みーちゃんの好きなのは何ですか？みーちゃんの好きな食べ物？うん。うーん、グミ。それ。カップ一コップカップ一杯分を水に入れます、この袋の中に。え、難しいねこれ。ママにうざいって言われた、しょぼん。にこれでチョコレートのソースの素を。ほんまチョコのソースの素がないで。そんなことないよね。また。みーちゃん、一年中真夏と一年中真冬やったらどっちがいい？一年中真夏。なぜ？ね、屋台が好きやから。お祭りが好きやから。あ、そういうこと。あとかき氷好きやから。夏の方がなんかおしゃれできるやん。なんかさ、冬ってさ、なんかさ、お手手動かして。確かに、なんか冬ってさ、この服着たいけどなんかジャンパーがさ、このコートが合わへんとかあるやん。夏ってさ、一枚でシュッて着れるやん。だからね、そう。みーちゃん、ママの手料理で好きなのは何ですか？ママの手料理で好きなのは毎日美味しいから全部好き。ありがとうみーちゃん、みーよ反抗期やったのに。待てよいしょ、これを混ぜます。待てやめてよいしょ。これ取り出した方がやりやすい。ママまだつなぎ終わってへんで。え、つなぎはまだ終わってない。ママ何喋っていいか分からへん。よいしょ、今日はすき焼きをしました。めっちゃ美味しかった。卵2個を1つおかわりした。合計2個作りました、使いました。これ今チョコレートのソースを作っております。姉妹で大変なことは。そうですね、服の系統が合わないことですかね。レーナもミライも大変じゃないな、素直かなやっぱり。うん、あ、残り20分、絶対これ完成させれるわ。20分もあれば。あ、結構すぐにソースにはなりますねこれ。あー、今日 A 型やからちょっとさ、逆はできひんな。なんか A 型やからちょっと粉潰れてへんのも気になっちゃうから、めっちゃ頑張る。ちょっとやっぱ A 型出てもってる。あー、よいしょよいしょ。作れた。でこうやって、すき焼きの残りの卵ご飯かけるって、なんで今日晩ご飯すき焼きって分かって。ミヤが言ったからね、すき焼き。今言ったよ。あ、そう。でここの端っこを切るらしい、こうやってピチュンって1ミリだけ切んねんて。 OK、 分かった。卵はもうかけませんね。みーちゃん、それさ、塗ってからさ、他のやつ塗ってから上にかけるやつだから、今切ったらあかんと思うね。あ、もう次デコレーションやから別に。はい、ステップ6、トッピングします。あ、終わりや、やった。ちょっと待って、こっちにしよう。はい、まずちょっと、はい、はい、やっと、わ、終わりましたね。結構1時間ぐらいかかったもんだ。それはさ、最後やってば。いいの切りたいね、今。うまいこと綺麗になった。よし、リリーン、できました。次は何だっけ、デコレーションをします。ミラコ、ミラコです。ママデコレーションするで今から、うん、この未来のさ、デザインがさ、デザインが問われるところやわ。
え、じゃあテーマは誰が食べるの？ママ？うん。え、待って食べれるママ？食べれるよ。衛生面はめっちゃ綺麗にしたから手羽触ってない。別にそんな気にしいひん。気にしいひん。じゃあはい、ちょっとやるわ頑張って。未来めっちゃ苦手なんよなこういうの。まあ、苦手っていうか苦手やねん。なんでも人は心。ええこと言う。最後の仕上げ。よいしょ。うん。このドーナツ1個に未来は人生をかけるっていうほど真剣にしますね。みーちゃん早くしゃのまま食べられへん。よし。まずバニラヨーグルトを半分、ドーナツの半分下を下に塗ります。よいしょ。あ、ご真剣やわ。ちょっと上上げやんの見えへんよ。ママつなぎよろしく。ちょっと待って、はい、つなぎよろしく。えよし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 。みーちゃんもうちょっと手上げへんかったら全然見えてないよ。聞いてる。聞いてる聞いてる。ちょっと待ってめっちゃ難しい。頑張れ。よいしょ。なんかみーちゃんさ、そうそう横垂れてるけど垂れやんでいいと思うね。上だけでいいと思うよ。違うの、未来はほんまは最初垂れさす気はなかった。分かった、よいしょ。はい、まず下半身に白いやつが塗れました。よし、次はこのラップ。で下半身。じゃみやこれ人間を作ってるね。めっちゃ大変。めっちゃ大変やわ。いらん。まず目を、次はこのチョコレートソースで目を上半身にの目、上半身にプチュッとやっていきます。じゃあね、大変やねん未来今。これ目を描いていく。次は上半身、下半、上半身に。やばめっちゃ、わあちょっと失敗した。めっちゃいい感じに目描けた。目が描けました。ちょっと見えるかな。目が、あ、目が描けました。ちょっと斜めにしたら、ずれる。もうずれた。次は口を描いていきます。待って、口描くとこない。あ、口。え、次リボン作りたいね。リボン。ちょっと待ってくださいね。時間なくてもこだわる。うん、ハートにしよう。リボン作れへん。よし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 。あー待って待って、口かきます。次あ、ちょっと待って、口かけへん。ママつなぎよろしく。え、次ほっぺたかきます。よいしょ。めっちゃ今真剣やから見ない。あかん、全然手映ってへんかった。よしよしよし。はい、完成しました。完成。うん、完成。見せて。待って待って、これファンの方にはちょっとツイッター見てもらうな。見れへんと思う未来。写真撮んの。いや待って待って、いや大丈夫よ。ママママじゃあ初、はい、上から見て、上から。あー、うんうん、いい感じじゃん。はい、こんな感じです。あー、やっぱりできました。ニコって笑った感じね。そう、できました、完成。よかった。ちょっと写真撮りたいけどさ、ママ、いや、もう一個、もう一個まだ時間あるからさ、ちゃちゃっと作って。で、食べやなあかんから。
感想言わなあかんから早く早く、もう一個のやつで、はい、それ置いといて、ちゃちゃっと早く。嘘じゃろ、じゃあ次クマさん作るわ。いやクマさんいいからもう早く。いやクマさん早く食べやんな、話にならへんから。ちょっと待ってや、頑張るわ。でクマさん作り方簡単やねん。もう40になるもん、みーちゃん。マジでママ厳しい、うん厳しいよ。ちょっと待って頑張るわ。じゃほんまに、えクマはいいからさ、もうみーちゃんそのさできてるやつでいいから。これダメ、これ使うね。使うの、じゃあもう早く早く、もうその早く早く巻いてください、はいはい、早く巻いてください。うん、巻きで巻き、ママもう、あ分かったから、はいはい巻いて。よいしょ、ママ立ってて影になってる。嘘。よいしょ、早く、ちょっとやばい、早く、あと5分、やばい、ほんまに頑張らな。もう手でもいいからビビッと押さえて。じゃ手間いやね、汚れるから。何それ、自分の手が。ママがいらんのは分かるけどさ、そう未来がいらんってどういうことかわからへん。汚れるやんって、ペタペタする。あ大変すぎてマジでびっくり仰天。ココアの方が未来は好き。分かった、はい、もうひっくり返して、はい、飾って、早く早くもういい加減し。無反応。よいしょ、ほんまマイペースやな。ちゃうねん、マイペース違うよ。未来はいたって真剣にやってるで。分かったからさ、もうさちょっと空気読もうか。時間がないから早く。で時間外にできるのが NMV や。変顔スクショしてて。変顔してなかったっけ。変顔してた。えこれでやんのがやっぱめっちゃ潰れてるかって最悪、抑えすぎた。もういいってみーちゃん。じゃあ今日ママの一人ライブのセットリスト考えといて。もういいからもう。高根のリンゴ。いやー高根のリンゴはちょっとほんまにきつい。もう言うて戻ってくれへんもん。ほんまにしんどい高根のリンゴは。まあ楽しいんですけど、高根のリンゴの振りで見ればめっちゃ頑張ってんで。じゃあ踊って。めっちゃ頑張った。なんかその時の服が妊婦さんみたいになって笑われた。よいしょ。クロスです。クロスね、振り入れめっちゃ前に振り入れで忘れてしまった。みーちゃん49分。うん。そう、ね、時間外と時間内を間違えてしまう。そこに早く飾って、もういいから。早くしてみーちゃん。ちょっと待って。ほんま。法定速度いいですよね。プロモのあのペアが意外と難しいんですよ、ペアぶりが。よっこらしょー、よっこいしょー。兄ちゃんほんまに意外にしや。ほんまそんなん言うてたらな、ほんま変やからな。あー手ベタベタしちゃった。ちょっとほんま頑張ってんね。あこのさドーナツ潰したくない。ほら今日1枚も可愛い顔スクショしてないやって。もうちょっと可愛い顔して、はい、みーちゃん可愛い顔して。じゃママにじゃないってば。よいしょ、うん、じゃあ次はどんなやつにしようかな。ほんまにドーナツって感じのやつ作るわ。ママ未来今神経がつなぎ、よろしく。やっぱこれ後先のことも考えなかった。やっぱ使いすぎたらクマ作れへんくない。クマはちょっとねまた作ります。あのちょっとショールーム内では、あのあ作れた、あやばめっちゃいい感じやねんけど、見てください。なんかこの垂れてる感じがなんかドーナツらしさを出してて、はい、ちょっと今日可愛い顔して、はいスクショ、はい、待ってちょっと待って今いい感じ。あの前髪がうまくいってないから、前髪がうまくいかへんのか、もういいからさ、そのさ待ってこれと。ちょっと待って、見えてるドーナツ。え今日のスクショタイムです。パシャ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 。もっと笑って、同じ顔やからちょっと首かしげるとか、そんなんいらんから。いやそんなおかしいから。
ドーナツ。ドーナツ。はい。カメラマンさん、これで大丈夫ですか？あかんな。ちょっと待って、これもう手首ほんま死ぬ。うん、わかった。じゃあママが食べる。はい。はい、待って。じゃあはい、あのちょっとドーナツ屋さんごっこしよう。ごっこいいから。だからドーナツ屋さんごっこします。ちょっと待って、はい、座ってそこ。もうよいしょ。ピンポン、はい。ピンポン。ピンポンって何？わからへん。早くして、はい。ピンポン。はい。ご注文は？え？ご注文は？カスタードの方一つください。カスタードはこっちに頼んでる。え？まあ、こっちだってカスタード好きやねんもう。あ、もう分かった、チョコレートでお願いします。ココア。あ、ココアでお願いします。じゃあちょっともう、はい、じゃあもうちょっと台本しよう。ね、だからメイがピンポンって、ママがピンポン、もういいから早く貸して、ピンポンってしてみない、ご注文はって言ってから、もう知らんで、ね、もうランキング読めへんで、ね、みーちゃん読めるから。でココアって、あのココアの、分かる分かる分かる、ココアのドーナツくださいって言って、オッケー、はい、ママ、はい、ピンポン、早く、何？ピンポン。ピンポン。違う。もうピンポン。ピンポン。ご注文は。もう気分下がってるからピンポンって上上がらへんね。ピンポンって下下がるね。じゃあ見るよ、ピンポン。ピンポン。ご注文は。ご注文は。カスタードでお願いします。違う。ココアですね。じゃあカスタードって言うたやん。これをツイッターに載せるの。ココアですね。いや、カスタードですけど。ほんま、まあ、それが近いねん、でもな。今度ママ悪い？うん、うん、ココア。はい、はい、ココアでお願いします。これは、50円です。え？ 50 円。50円、うん、お金とんの、うん、はい、はい、はい、どうぞ、みーちゃん、はい。ありがとうございます。みーちゃん、店員さんの名前してる。怖っ。はい。じゃあ、はい。はい、ママ。こちらココアのチョコレートになります。なんか知らんけど。ココア。こんなんくれるの？ココア。ちょっと食べんの、うん、ママが食べます。どう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 ？うん。美味しい。美味しい？うん。あの、美味しい、ほんまに。なんか気持ち悪いかなと思ったけど、美味しい。美味しい？カスタードください。ジーガーだってもうカスタード食べたいもん。ジーガー。カスタードはダメ。まあそうです、めでたしめでたし、いやほんまに美味しい、ほんま美味しい、ほんま、うん、ほんまめっちゃ食べてくれてる、うん、え、食べてみ、いや、なんでいらんの、あのめっちゃ美味しい、苦手、あ、全部食べた、カスタードちょうだい、だからこれツイッターに載せるの、もういいやん、ちょうだい、ほんまダメ、チョコレートついてる床に、おかわりお願いします、ダメです、おかわりやりません、美味しかった、ほんまに美味しかった、なんか最初は手に乗せられた瞬間えって思ったけど、もう全然マジ美味しかった、皆さん、じゃあすいません、カスタードお願いします、カスタード、ママほらほら外でブン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 言うてるじゃん、ブン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 って、カスタードお願いします、カスタードダメです、はい、もう今日もほんまに美味しかった、美味しかった、ありがとう、じゃあこれ美味しいには未来の愛情がこもってるから、そうやな、みーちゃんありがとう、未来が頑張って、だって30分で終わると思ってたもん、1時間以上かかった、ほんまに美味しかった、あ、ノー、オー、ノー、じゃあありがとうございます、皆さん、もうやばい、ちょっとランキング発表しますね、13位天さん、ありがとうございます、12位元気100倍シューシューさん、ありがとうございます、11位ウータンさん、ありがとうございます、10位末広さん、ありがとうございます、9位 FFF さん、ありがとうございます、待って、8位クルパスゆーちゃんさん、ありがとうございます、7位つよぽんさん、ありがとうございます、6位トシアンドタカさん、ありがとうございます、5位柳さん、ありがとうございます、4位ふまじめサラリーマンさん、ありがとうございます、3位ローピピさん、ありがとうございます、2位おとともさん、ありがとうございます、そして第1位はカン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 、ママカスネット係やろ、ドゥルル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 ル、大阪のひろしだよさん、ありがとうございます。
あ、未来好きさんありがとうございます。ヨシャンナさんありがとうございます。がっくりさんありがとうございます。あぶりカルビ DD さんありがとうございます。がっくりさんありがとうございます。カツ丼さんありがとうございます。ラオピッピさんありがとうございます。真面目サラリーマンさんありがとうございます。トシ&タカさんありがとうございます。ナオトさんありがとうございます。ツヤポンさんありがとうございます。トヨタロウさんありがとうございます。アブリカルビリーディさんありがとうございます。タッチさんありがとうございます。大阪のヒロシダヤさんありがとうございます。ツヤポンさんありがとうございます。トヨタロウさんありがとうございます。よし、読み忘れは、カツ丼さんありがとうございます。よし、これで読み忘れはないと思う。ちゃんと言って。ありがとうございます。スペシャルギフトも。じゃあ皆さんさようなら。もう58分やって、みんなこれこの配信さ多分1時間30分ぐらいで終わるだと思ってて、あー間に合ってよかった。なんとかよかったね。だってみんな1個しかドーナツ作らへんかったもん。これほんまに知恵なんだっけこれ、チーク菓子、うん、めっちゃすごい。これチーク菓子ほんまにすごい。じゃあバイバイです。ちょっとツイッターにあげます。またありがとうございました。バイバイ。明日 YouTube で14時から見てください。ありがとうございました。バイバイ。ツイッターのフォロー @中野未来48 です。皆さんが調べやすいようにアンダーバーをわざと入れませんでした。スコーのこだわりポイント@で、ショールームのフォローもお願いします。ショールームのフォローはハートマークがあるので、そこをポチ認証してください。白色の方を。バイバイ。皆さんありがとうございました。コメントに星にスペシャルギフトに感動ありがとうございました。バイバーイ。フォローしてありがとうございます。両方してるよん。ありがとう。バイバイ。ありがとう。